こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はスナックワールド。お店でじゃらしてで遊んできて出たカードの排出結果と、同じくじゃらして完全完璧セットプレゼントキャンペーン中で DVD やカードも一緒についているものをもらってきたので、こちらも見ていこうと思います。そしてお店で合言葉を言うともらえる限定じゃらももらってきたので、こちらも見ていこうと思います。ダイス排出結果も一緒に見ていこうと思います。このカードをその場で印刷されているようで、裏側がこんな感じの柄になってました。なんかよく見ると英語がこう隠れてる感じになってますよね。これとか S、 なんか逆側だけど A とかこう T みたいな、これもしかしたらジャラステっていう文字がどこかにこう全部隠れてるのかもしれないなと思って見てました。ちょっと不思議な感じですよね。はい。でなんで裏側が気になったかというと、ジャラステスターターキットの裏側はスナックワールドの文字があったんですけど、排出してる時にはこんな感じになってたので、裏側なんかね、触り心地も写真みたいな感じの肌触りなので、撮った時に気になりました。では見ていきます。11枚排出してきたので、カードを見ながら排出結果の確認をしていきたいと思います。1枚目はアンデッドレベル1、もち米に合うきな粉を探していたらゾンビパウダーに行き着く、自分がゾンビだと気づいていない。技はあんこ爆弾乱れ投げ、手に持ってるのが多分あんこ爆弾なんですよね。はい、次行ってみましょう。次はレアレベル10のシルフさん、風を時代に操れるモンスター、どんな小さな声も風に乗せて聞こえちゃう地獄耳。技は私のことをディスった。結構ね、素早さがすごく早いんですよね。はい、シルフさんでした。これでレア1枚目ゲットしました。次はデス君レベル5、普段は可愛らしい声だが寿命を吸い取るときは姿を消して怖い声を出そうとするぞ。技は呪いの時間です。素早さも210で結構早いんですよね。次スコーピオンレベル7、最近買ったスコープは録画して空をモニターとして映せるらしい。何を映したのかは内緒です。技がスライディングミサイルで、ここでまたシルフさんかぶりました。次マンドラゴラレベル5、スキル2ターン目に発動、相手チーム全員の攻撃がこのターン20ダウンします。痛いのは嫌というスキル名ですね。技が怒りの雄たけび、こんな感じでメモになっているものとスキルが書いてあるカードが2種類あるのが分かりました。他にもあるのか今後出していくのが楽しみです。次は GR マウンテンゴリラレベル19、スキルは先制撃法、1ターン目に発動して自分の攻撃がこのターン140アップ。技はキレキレポージングショットを使ってみたんですが、かなり強かったです。 HP160、 攻撃350、防御が380で素早さが100、スキルの生成法で350プラス140なので490、一度の攻撃で上がります。はい、次イエティレベル2、いつもプルプル震えている雪男、その可愛らしい見た目とは別に中には邪悪な顔が見える。技が雪だるま作ろう、雪だるま作ろう。はい、次レアのゾンビクマレベル11、
ゾンビの設定が緩いとダメ出しされ落ち込んで練習することにした。技はゾンビハザード。次 GR サイボーグレベル20。たくましくごつい体を持つが自分のことをボクちゃんというちょっと残念なモンスター。技がキュピーンレーザー。 HP180、 強さ360、防御360、素早さが150です。このサイボーグも使ってみました。レーザー出すときに目からレーザーが出ていたのが印象的です。では最後、マウンテンゴリラ2枚目ねゲットしたんですよ。ただこっちはメモのところがウッホーという掛け声でマッスルポーズをする。マッチョな筋肉はジーニーズの大好物。全体一緒だなぁと思ったんですけど、ここメモとスキルが違うんですよね。同じモンスターカードでもこんな感じでスキルが入っているのと、スキルではなくメモがあるのが分かりました。もう実際先生スキル、先生ウッホ持ってる方のマウンテンゴリラの方が多分強いですね。素早さとかの基本は変わらないんですけど、この2体使った時に1ターン目の反動、先生ウッホのスキル、かなりいいスキルでございました。はいはい、ということで11枚排出してきて、私は3枚 GR ゲットできました。また遊んできたいと思います。ジャラステを今回遊んで一番びっくりしたのは、持っているジャラとスナックを6種類読み込みをしてバトルで使えるのが面白いなぁと思いました。今後まだ持っていないモンスターカードをゲットするのが目標です。はい、合言葉でもらえる限定ジャラ開けて実際にフェアリポンで遊んでみたいと思います。ジャラが欲しいんじゃら、ゴブさんの言葉で合言葉でした。入れてある袋は二重になっていて、今どっちも一緒に切っちゃったんですけど、これ裏側にこんな感じで取扱い説明書が入っていました。キャンペーンジャラのシルバースペードソード非売品の文字も嬉しいですね。裏側はこんな感じで、ジャラとスナックをいろんなところで連動させた遊びができるよという案内になっていました。はい、おーかっこいい。シルバーで黒のストライプが入ってるんですね。ブランドはフライングキャット。めちゃくちゃなんかスタイリッシュでかっこいいのと、個人的にね猫好きなので、フライングキャットのこの猫の手の肉球柄、これがかわいい。見た目ストライプソードと同じだけど、色合いが違うだけでこれだけ印象が変わるのはびっくりです。フェアリポンで遊んでみます。まずは読み込みと音声の確認していきます。起動。はい、そしたら、はい、準備。なんか楽しい音楽ですよね。ジャラステ完全完璧セットプレゼントキャンペーン中にもらえたものから見ていこうと思います。遊び方 DVD もついてるので、これでジャラステどういう風に遊ぶのかよくわかるんじゃないかなと思います。もうちなみに遊んできて思ったのが、この頭巾、案内役としてジャラステの中で話しかけてくれるんですが、名前の登録をしたりバトルをするときに登録した自分の名前を言ってくれるのがすごく嬉しかったです。はい、で裏側結構ねいろいろ入ってるお試しのものになるみたいなので、これも合わせて見ていこうと思います。でまずは入っているものはこれですね。はい、ジャラステ完全完璧セットプレゼントキャンペーン、
このキャンペーンはお店にあるジャラステの横にポスターが貼ってあって、お店の方に聞いたら先着でもらえるものになるそうです。入っているのはジャラステの遊び方 DVD、 あとは三連宝くじ。この宝くじ、ゲームを始める前に宝くじの抽選番号を読み込んでおくと、バトル終了後に宝くじの当選結果が発表されるものになってました。一度に読み込めるのは3個までなので、三連宝くじだと一度に3回宝くじの番号を登録することができるものになります。他、セブカお試しバージョン30度数、プレイデータをセーブできるカードになっていて、30回ついてきたお試しセブカで遊べるものになります。モンスターカードもベビーナイトレアがついてきています。入っているベビーナイトのモンスターはぶっ飛ばしアタックの技が使えるレアカードだ。バトルで使ってみよう。ということで見ていきましょう。まずはお試しバージョンのセブカ、チャップが描かれていますね。私が購入したセブカと比べると色が違うのと、真ん中王様ではなくてお試しバージョンはチャップになってます。記録回数も400で、お試し回数だと記録30回になっています。あとは非売品のマークがあるのが嬉しいですよね。が3連ついてます。星2レアレベル8のベビーナイト、技はぶっ飛ばしアタック。体が小さいことを言うと切れる。父であるパピーナイトにはずっと頭が上がらない。 HP は95、アタックが135で防御が120、素早さが110になっています。で、裏側はこんな感じでジャラステの説明が少し書いてあったりしてますね。はい、あとは遊び方 DVD、 ここにもチャップ、マヨネ、ペペロン、ゴブさんが書かれていたりして、この DVD まだ見てないのでこれから見るのが楽しみです。ジャラステカードの排出結果にお店でもらったジャラステ完全完璧セットプレゼントキャンペーンの中身の確認と、最後限定で合言葉でもらえるシルバースペードソード、開けてみて音声の確認してみました。今落ちるスリープモードになりました。はい、今後もスナックワールドの商品、ゲームが発売した時にはゲーム遊んでいこうと思います。連動させるのがすごく楽しみです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた See you!